さあやっていきましょう。今回はですね、金曜日に来られたこのカズマル杯の紙視点での実況、まあ、実況というか解説をやっていこうと思います。今回この大会に実は私も参加したんですけど、まあゴミみたいなね死に方をしたので、今こうやって観戦をしていると。私はその包帯アンチ収縮時にやられたんですけど、本来はそのリオセブンのいるポジに本当は取ろうとしたんですよ。ただちょうど同タイミングで入ってきて、でそこからただこの時にリオセブンと接敵するのはまだその違うなと思って避けたら死にましたね。はい、潰しに行きゃよかったです。とまあそんな話を聞きつつ、観戦じゃねえわ、解説をやっていくんですけれども、現在が止血アンチで、アンチの構成がこの境岩を中心とするアンチの構成、なかなかのゴミアンチですね。そしてのんきに話をしている間に収縮来ちゃいましたね。はい、ただ今回人数がえぐい多いと、引き算値収縮で残り人数が25人っていうのはそのめったにないですね。なので困ってくるとやっぱりその先に接敵をしてしまうと魚振られるんですよ。なのでこのアンチだといかにも車の台形を守れるかが重要なんですよね。やはりそのヘイトを借りてしまうと、そのどっかしらで強制的に接敵をしないといけなくなるので、しっかりと車を守りつつ接敵をしたら漁夫する動きが一番出すると思います。この時の行動が上手かった人は12番のリオセブンと15番のルナティアさんですね。何が上手いかっていうと、まずリオセブンに関してなんですけど、リオセブンの止めたポジっていうのは車を止める位置によるんですけど、この車の止め方をしていると全方向から車線切ってるんですよ。しかもこの時リオセブンは後ろの紫枕に死体箱があるのをしっかりと確認してるんですよ。本当はこの紫枕のところに敵がいたらこのポジってめちゃくちゃ弱いんですけど、ただしっかりとリオセブンは箱があることを確認して、しっかりとそのポジに止める、この行動力さすがだと思いますね。そしてこの場所って車がその笑えるんですけど、笑えるというかめちゃくちゃその車線通ってるんですけど、そもそもリオセブンの車を撃つ余裕のある敵なんていないんですよ。なんで撃つ余裕がいないかというと、そのほとんどの敵ってその絶対に自分の場所をバレたくないので地目をするんですよ。なのでそのいかにその車線が通ってるポジに車を止めたとしても、その全然車が笑えないケースがたくさんあるんですよ。いやーこの行動はね、さすがに素晴らしいですね。さすがといった感じです。そして15番のルナティアさん、何が上手いかというと、まずアンチの端に車を止めてることなんですよね。そのアンチの真ん中に車を止めてしまうと、やはりその別の車線通っている場所が多いので、やはりその車が撃たれる確率が高いと。そしてあの場所ってそのギリギリ全方向から車線切れてるんですよね。なのでさすがの地形把握といった感じですね。はい、さすが元 JK といった感じでしょうか。そしてアンチが決まって移動していくんですけど、このリオセブンの行動注目ですよ。一気にアンチの真ん中に攻めていきました。この岩場って今回アンチが入っている上に車が登っている人だと、そのうまく車を使えばその全方向車線切れるんですよ、このポジって。なのでここは果敢にその強ポジを攻めて制圧していきましたね。前の動画でもあげたんですけど、やはりこういう思い切った行動は非常に大切です。こうすることでもう非常に今一番リオセブンがアドバンテージを取っています。あ、言い忘れたんですけど、私がリオセブンを呼び捨てにしている理由は、まあ単純に仲がいいからですね。そのリアルでも遊ぶ仲なんで、はい、今回は呼び捨てで行かせていただいています。でも話があるんですけど、実はここ、83番注目。この車、なんと2人乗ってると思いきや、3人乗ってるんですよ、ここ。アルティメットチーミングところの騒ぎじゃございません。こうなってくると、誰も車から降りられないんですよね。ここで1人降りて、車を追ったとしても、そのもう一人が出てくると思いきや、もうまたさらに一人出てくるので、漁夫の漁夫になっちゃうんですよね。ただここで2番の人が撃ったら面白かったんですけど、なかなか、いや撃っていますね。一人ラーさんが車の中の人を倒していく。ただ二人目は倒さないと。なるほど。まあさすがに二人以上車に乗ってるとは思いませんからね。そして実はここの反対側では、ルナディアさんが敵を倒していくと。この動きはなかなかいいと思います。このアンチはもう次耐久勝負になるので、その敵の物資を奪ってしっかりと回復耐久に備える、この倒し素晴らしいです。そしてルナティアさんは回復耐久をすると思いますね。そしてまだお前ら車に乗ってるのか、指示中、お前はいつまで車に乗っている、
そしてここのラーソンの動きが気になりますが、ラーソンが動いていく。なんと車に乗っていく。また3人乗車してます。さあここで支持中が降りていく。さあ打っていくが、ラーソンに打ち負け、いや勝っていく、勝っていくが、22番のロムさん、これはどうしていいものか分からなくなってしまった。頭混乱しておりますが、さあどうする。さあここで発砲していく。リオセブンと車両爆で共倒れしてしまう。これは非常にリオセブンさん運がありませんね。さあここで待機図を買っていくぞ。ここで録画が止まってしまったんですけど、1位はルナティアさん、おめでとうございます。ということで、まあ、今回5000人企画ということで、まあ、そのフレンド企画とその5000円のシングル大会をやったんですけど、まあ、次はその登録者数が1万人いったらまた企画をやっていこうと思うので、ぜひ登録よければお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。